なんだっけ？なんだっけ？俺、カウンターストライクオンライン2か。久しぶりにプレイしてきます。で、ウェアハウスで、チームデスマッチ。なんかこのマップ見たことあるんだよな。なんかこんな感じ見たことあるんだよね。なんか昔このマップで遊んだ記憶があるけど、もうちょっと覚えてないですね。はい、ということでね、なんか結構狭いマップですね。まあ、コンテナだらけのよくあるチームデスマッチマップで MP7 を使って突破していく。はい、後ろから背中打って。まあ、サブマシンガンなんでね、ヘッドショット、うおーっと後ろにいる。ヘッドショットとかあんま意識せずに適当にね、弾をばらまいていこうと思います。ってことで突っ込んで走って、はい、敵が見えた。はい、撃つ。で、もう一人。はい、もう一人撃って、キルしていく。さあ、でも楽しいんだよね、サブマシンガン。まあ、カウンターストライクオンラインでサブマシンガン使うのどうかと思うけど。で、左にいた。はい、もう一人。やってく。トリプルキル。で、なんでこれ緑なんだ？なんかペイントがしてあるぞ、この MP7。ノーマルの方が好きだな。はい、相手を壁際に詰めて、ね、ちょっとね、適度に噛んでますね、私。滑舌が悪いんでね。で、後ろから、気づかれてないんで、はい、一人、二人、三人、メガキル、ワンショット、モンスターキルってなんだ？わかんねえ。さあ、相手をもう壁際に追い詰めたんで、横から、背中を打っていく。はい、もう一人。で、後ろから打っていく。はい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 。やべ、バレないかな。後ろから、弾がない。はい、ハンドガン。ははは。AKにやられてしまう。あ、このマップ狭いからね、戦闘が、ちょっと登れねえな。狭いから戦闘がすぐ起きちゃう。激しいっすね。はい、これ、ひよってる場合じゃない。ここはね、突っ込んで、走って落ちていくもんですよ、ここは。で、上のやつをヘッドショットして、横から回って、手前のやつ、そこからハンドガンで奥のやつを倒して、後ろのやつも撃つけど、倒せない。さあ、ここでサブマシンガンに切り替えて。このペイント微妙なんだよな。おぉ、負けた。ちょっと今のはね、エイムミスですね。さあ、アタッチメント何もついてない。MP7。しかもこれはフォアグリップがデフォルトのやつかな。なんかネイビーの方が好きなんだけどね、形的には。なんかエアガンで持ってるやつがネイビーのやつで。アタッチメントもね、サプレッサーもつけてるし。なんだっけな、なんか、バーティカルフォアグリップとあと、なんかつけてたね。レールマウントつけてたかな、追加の。おっと、後ろから、あ、やべ、どっちだ。俺がラリってる。はい、見て、撃って、ダメか。まあ、正面の戦いあんまり強くないからね。正面だったらね、M4 とか AK の方が多分強いんだけど。まあ、走って飛んで、荒らしていく。まあ、移動値がね、サブマシンガンの強みなんでね。M4 とか AK とか使ったら基本ストッピングしてから撃つべきなんでね。さあ、M4、AK が多い中、サブマシンガンを使ってどこまで戦場を争うことができるかじゃねえ。荒らせるかで。はい。後ろから背中を撃っていく。で、トリプルキル。でも場所がバレたけど、ちょっとタイミングを置いて、突っ込みたいところであるが、まだ味方がいる。で、見られてる。あ、グレネード投げた。今だ。飛んで、一人やって、もう一人。ダメだ。ヘッド抜かれてく。で、ただいま56対42で、こっちが勝ってますね。上にいる。ほら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 。当たらねえな。これが M4 とかだったら簡単に頭抜けんだけどね。サブマシンガンだとさすがに厳しい。ほら、一人やって。あの、俺もやられるか。さあ、ちょっと疲れてきたぞ。おっと、アシスト入った。で、上に敵がいるけど気にせず突っ込むぞ。ちょっと膠着してるね。おぉ、びっくりした。うわぁ、AK にヘッド抜かれてしまう。まあね、頭抜かれ合戦だと思う。サブマシンガン確実に不利なんてな。こうやって、突っ込んで。あー、ダメだ。あんまり荒らせなくなってきた。さあ、左、いるね。ハンドガンで。撃つけど、おぉ、なんとかキルできた。サブマシンガンに持ち替えて上から飛んでいた。よし。なぜかヘッドショット。さあどうだ。いた。一人やって。あ、やべ。見られた。まあ、バレてないけどやられたけど。ひどかった今のは。なんかね、こんで適当に遊ぶのが楽しいっすね。まあ、チームデスマッチはって適当に遊べるのが仕上げでいいっすね。さあ背中打っていく。これがサブマシンガンの立ち回り。あ、全部背中打って。ああ、もうこれはきついね。3人でできちゃったか。さあ、どんどん突っ込むぞ。左入って。
あ、ちょっと見られてるから、横から。おっと、奥。ダメか。この距離だと弱い。あと、しっかり敵がね、分散されてるんで、横をつくのが難しくなってきてるぞ。ヘッドショット。で、上から降りて。あ、これはちょっと、一回手前に戻って、手前の敵を倒そうと思ったけど、リロード中だ。ザコいっすね、私も。さあ、突っ込め、突っ込め。よし、一人ヘッドショットして。まあ、まだいるだろ。まだいるだろ。さあ、出てきたところ、光ってる。これ無敵だ。なぜかアシスト。で、飛び出て、撃って。うわぁ、光ってる。よし、もう一人、もう一人いけ。あ、ダメか。あいつやりたかったな。頭抜ければな。覗くとかできないからな。集団性が悪いんで仕方がない。おっと、ヘッドショット出してく。え？後ろの背中、なぜ背中を向けている？あと2キル。あと2キルできるかな？あと2キルできるかな？おぉ。なんとか勝った。100対89。結構いい勝負っすね。MP7 ね、微妙だよね、やっぱり。なんか変な色ついてるし。まあ一応キルトップではあるけどね、だいぶ死んでるね。死亡率も高い。てな感じでね、CSO2 のデスマッチやってみました。